パラナ公爵、オノリオエルメト・カルネーロ・レオンは、ブラジル帝国の政治家、外交官、裁判官で、君主政治持者。ミナスジェライスシューサン・パルロス・ド・ジャクイーの貧しい家庭に、生まれ、ポルトガル本国のコインブラ大学で学んだ後、ブラジルに帰国し、1826年に判事に、任じられた。後にはコース裁判所の裁判官に承認した。 1830年には、ミナスジェライス終戦室の連邦議会会員議員となり、1834年1838年にも、再選されて1841年まで務めた。1842年には、ミナスジェライス終戦室の連邦議会,会上院議員となり、1843年には、ブラジル皇帝ペドロ2世から組閣を命じられた。それまでは、皇帝が、 内閣の閣僚を指名していたが、カルネーロ・レオンは自ら閣僚を選んだことから、実質的にブラジルで初の首相となった人物とされる。1844年には皇帝と対立して辞任した。1851年にはウルグアイに派遣され、ウルグアイ・コリエンテス州、エントレリオス州との間でアルゼンチン連合に対抗するための同盟関係を成立させた。 この功績により、皇帝からパラナ公爵に除され、1853年には再び閣僚評議会議長に任命された。しかし在任中の1856年9月3日に原因不明の高熱を発して休止した。ありがとうございます。